のび太くん、のび太くん。ヤーメイさんはまだどこでもドアの効果を知らないみたいだ。まあね、別にくぐってみたりとかせんやろうしね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。はい、夏の月3日目。あ、さっきのね、あれなんよ。ベッドの横にこの間もらったスイカ割り大会のスイカ割り大会のトロフィーをね、飾れた件飾った。別にベッドの横じゃなくてもいいんやけど、アジサイはやっぱり飾れんかった。あれも花瓶とかに入れて飾れたらいいのにね。 おーい、ドラえもん遊びに来たよ。朝っぱらから騒がしい。のび太くん、あれどうしたの？家の外でぼーっとしちゃって。ヤーメイさんが突然模様替えをするって言い出して。模様替えってお部屋のものを変えたりする、あの、そうなんだ。普通は壁紙や家具を変えるんだけど、ヤーメイさんどうもこの家のドアを交換したいそうなんだ。外のってこと？ドアって簡単に交換できるものなの？まさか、大掛かりな工事が必要なんだ。だからね、さっきペンターさんを呼んできたんだよ。なんで？どうしてヤーメイさんは急にドアを交換なんて言い出したんだろう。不思議だろ？それもドアだけなんて。別に今はボロくないと思うけどね。よくわからんけど。無視あ、挨拶も何もなしなの。あれは、ここでもドア。まさかの、それつけるの絶対おかしいやろ。ちょっと、ペンターさん、どこでこれを。なんか今右の方に調理器具みたいなのあったけど、ヤーメイだ。それじゃあ、じゃあヤーメイさんは一体どこで。ほら、なんであれ掘り出したの。調理器具じゃないのか、うん、庭の手入れ用のやつか。仕事の手伝いをサボっておったか。そのドアわしが森で見つけたんじゃ。いい色をしておるからな、わしの家のドアにさわしい。家に入ったら見知らぬ場所にたどり着いたりとかするけど大丈夫ほら、ペンターの邪魔になるからそこをどきなさい。てか色合わんし、家に。こりゃどうも、ね、ヤーメイさん、このドア実はドラえものなんだ。できれば返してもらいたいんだけど。なんだと？ドアをなくすなんて話があるか。冗談もほどほどにしてもらいたい。まあね、腕輪ならわかるけど、ドアをなくすってちょっと意味わからんよね。それに、わしはこの色と形が気に入った。どうしてもこのドアが欲しいというなら代わりのドアを用意してもらおう。しかも大きさも合わんくない？あれ、二つ開きだし。なんだい、ドアなら最初からあるじゃないか、うん、いや、ダメだ。あのドアよりももっといいドアを用意したら、こっちのドアをやろう。めんどくせえな。のび太くん、のび太くん、ヤーメイさんはまだどこでもドアの効果を知らないみたいだ。まあね、別にくぐってみたりとかせんやろうしね。どんなドアかバレちゃったら返してもらえなくなるかもしれない。あの精霊呼び出し腕輪の時の応用やねそうなったら大変だ。バレる前になんとかしないと。ここはやっぱりいいドアをペンターさんに作ってもらおう。あ、なるほど、探すんじゃなくて。ヤーメイさんの木は僕が探してるから、のび太くん、ドアは当たるんだよ。わかった。何、こそこそ何を話してんじゃ。ドアを取り替える気がないなら他の仕事をせんか。わかったか。やってもらうことは山ほどあるんだぞ、うん、はい、もちろん。肩でもお見せしましょうか。ささ、お家へどうぞ。なんだ、どうしたのと突然気持ち悪いそんなこと言わずに、さあさあ中へ揉めるんかな、ドラえもんのあの手で。ほら、大きさ全然いいやん。おい、どうする。ペタさん取り残されていっても困るよね。さあ、いいドアを作ってください。金鉱石1個持ってこい。それで作ってやる。ペンターさん作ってくれるの？このドアお前たちのなんだろ。ありがとう。よし、ドアを作る素材を集めるぞ。金鉱石私今持ってる。え、ってことは、ペンターさんのところに持っていけばいいか。木こりの森へ急げ急げ、ゴーゴー。そ、鉱石をちょっと集めてまして、金鉱石今ちょうど多分 4,5 個くらい持っている。これね、私毎回アジサイが咲くかと思ったらね、見てこれ、アヤメとか咲くんやって夏の花かわいい。いいね、いいね。あ、てか私まだ全然ね、全然牧場何もやってないんやけど夏になってからもうなんか牧場何も手をつけてないんやけど、やば。ペンターさんはまだ活動はしてないですかね。
それとも渡したら大丈夫なんですかね。あかねあ、あかね、もしかして日月水木金カードが定休。え、何時からって、10時からって書いてた。寝よ。だってまだまだ時間が。よっと。どうよこれで。ペンターさん。よく来たな。おう、大工屋トンテンカンだ。何か頼みに来たのか。はい。あ、そうよ、金鉱石を渡せばいいのか。ね、はい。それじゃ。作るぞ。お願いします。うん。どんなんが出来上がるんかな。金鉱石とかの金ピカとか。ペンターさん、ヤーメイさんが気に入るようなドアをよろしくね。無茶ぶり。めっちゃ大まかにしか言ってないけど大丈夫なんかな。おお、すごい。これなら大きさもぴったりやし。よし。できたぞ。もうできたの？早すぎる。ペンターさんありがとう。取り付けに行くからのび太も来い。うん、勝手に取り付けていい。まだ気に入ったかどうか聞いてないけど。ヤメイさん、香りのドアを持ってきたよ。のび太くん。なんだと？なんで怒る？どれどれ見せてみろ。ああ、取り付けてないやん全然。いやいや、これさ、部屋に入れるときに気づかんかったんヤメイさん。これはなかなか。気に入った。いいだろ、ペンタ。こいつを早速取り付けてくれ。さて、じゃあこれでヤーメイさんちの外観は変わるんか。約束通り、拾ってきた方のドアをお前たちに譲ろう。やった。譲るとかじゃなくて返すでしょ。やったそれにしても、新品よりも拾い物の方がいいなんて変わった奴らだ。だからもともと私らのものだと言ってるじゃないか。いいのいいの、細かいことは気にしない。どうもどうも。さて、このドア早速使ってみたいから、ちょっとドラえもんも借りてくれ。ドアを使ってみるだと。ちょっと余計なことは言うなよ。のび太くん待って。ほら、待たんか。まったく怪しいやつらめ、何を企んでおるんだ。きっと覚えてやるぞ。よし、それじゃあ早速使おう。なぜここ、人んちの敷地内ですけど。どこでもドアがある場所でどこに行くか選べるよ。どこに行くか選べる。シーゼンタウンの東しか選べんや。え、何？選べないけど。やっぱりこの街の中じゃないといけないんだね。そうだね、こればっかりは仕方ないよ。さて、どこに行く？屋上ヒルルン山頂。あー、要はあの自分たちの世界に帰れるかどうかが試したかったかってこと。屋上で。よし、屋上に行こう。あ、のび太くんの屋上へ。え、じゃあこれからはマップ上で移動できるってこと？街の中なら使えるみたいだね。便利になったな。それじゃあこれは自由に使っていいからね。ありがとう、ドラえもん。ねえ、おー、やった。東の自然タウンに戻るかい？このままでいいよ別に。このままでいいや。そっか。何がまたねやねん、おりやないか。やあ。お昼休憩に来たのかい。さあ、ちょっと私はね、あれなんだよ。あれどこだ。もう一回ペンターさんに、あの私の家をね増築していただきたいんですけど、なんかこう季節が変わったらさ、全然違う植物とかができとるけん、新鮮な感じするね。めっちゃ遠回りになってしまった。木こりの森まで戻ってくるのに。え、あれ？こっちか。ペンターさーん。私の家の増築もお願いします。いたいたいた。よく来たな。おう、大工屋トンテンカンだ。何か頼みに来たのか。はい。建築増築で、広いお家、お願いします。
工事期間7日間3200。めっちゃいろんなのあるな。はい。でも3200ゴールドってめっちゃ安くない？やばいよね。広いお家を建ててよろしいですか？お願いします。よし。それじゃあ明日から支度の同時行を始めるぞ。僕は家にいてもいいの？そうだな。いつも通りでいい。ありがとう。じゃあよろしくね。知らん間に家がでかくなってたら怖くない？家の中におるというのに。まあそれじゃあこれでそのうち家がでかくなるでしょう。さあそれじゃあ、あーいいね、移動が。あ、そっか、これ使ったらあれやん、木こりの森まで飛べたんやない。いや、まあ使うほどの距離でもないけど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。広いお家ってどれぐらい広くなるんかな。一回りぐらい、多分何段階かあるよね。2、3段階ぐらい、わからんけど。また鉱石集めとか材料集め頑張ってこんといかんね。